にちは。やっほー、仰天ゆりなです。今日は雫公園ということで、声やば声ハスキーやな、めっちゃ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 、もう声いまだしたばっかやからちょっとハスキーなんですけど、めっちゃ声ハスキー。っていう感じで、今日は劇場公演、明日も劇場公演です。昨日は波動だったんですけども、惜しくもね2位だったんですよね。あとちょっとだったな、めっちゃ惜しかった。まあでも初めて2位だったわ。私いつも1位か4位しかなかったから、マジで いい試合でしたね。なんか昨日の試合は得点がっていうより失点が少ない戦いだったなって感じ。なんか得点がさ、やっぱ多いやつってさ、得点多く勝ってるパターンと失点もしながら得点も取ってるパターンとあるけど、昨日の試合は失点が少なくて得点も少なかったから、もうその1点の重みがすごい違う試合だったなっていう感じでしたね。1点取られたその1点がだいぶ結構な重量の1点だったみたいな、そうそうそう感じだったから、昨日の試合は最後ね、ゆいゆいとレミちゃんとなると、ミッサーでだったんですけど、もうね最後のね1枚でのね逃げ切りがうまかったね。レミちゃんもあのゆいゆいもなんだろう、に避けるのがすごくうまくて、そう、しかもね意外にね的1枚の時って1枚だから点取られるんだけど、逆に1枚ってすごい狙いづらいんですよあれ。そうなんか4枚だとさやっぱ当てやすいじゃん、だけど1枚ってなるともうそこにピンポイントに当たらないと点が取れなくて、そうだから1点でどれだけ1的でどれだけ逃げれるかなんですけど、ゆいゆいはそれがすごい上手くて、そう最後の1枚の粘りがゆいゆいはすごくて、そうめっちゃ上手いなと思ってて、レミちゃんもあのめっちゃ受けるの上手くて、昨日の試合はなんか昼の試合めっちゃ良かったみたいな言われてたんですけど、夜の試合も結構良かったんじゃないかなっていう。はい、やばいわ。確かに昨日のねあのレミちゃんもずっとソフトボールやってて運動神経めっちゃいいし、多分的に当てるっていうのも得意だと思うし、ゆいゆいも運動神経めちゃくちゃ良かったので、敵としてすごく強い敵でしたね。うん、でも昨日のゆりなちゃんは割と頑張ったな昨日のゆりなちゃんは割と頑張ったかな。なんか一回さ55でさおーとかなってたのにさ、あのねちょっと誤作動でもう一回ってなったから、あれはマジきつかったけどあれはマジきつかったけど、そうでも昨日は昨日は調子良かったかもしれん。そうやっぱりなんかなると私だったんですよ。でなるはやっぱ点をすごい取ってくるってみんな分かってたから、弱い私をすごい狙ってきてたんですよ1試合目がね。だけど何とか逃げ切れたわ。久しぶりにいい女動いたなと思った。次私14日誕生日の日に出るんですけど、結構あれはやっぱバランスがねすごくあるんですよね。
でもなんかすごい昨日のメンバーとかが話してるの聞いてて、最近割とみんなさ、攻めと守りっていう形がさ固定づいちゃっててさ、まあ、結局それが強いんだよね。なんかうちも前の試合で攻めで行ったことあるんですけど、やっぱ攻めだとね、結局ねやっぱりね点って取りづらいんですよ。やっぱ守りの方が点はすごく取らせづらい、そうらしくて、でもプロの人たちって本当にシールド使わないんだって。シールド使わなくて本当に攻め同士の戦いをするんですよ。そうだけどそれをやるとぶっちゃけ点はね取りづらいんですよ。だから昨日の K はそのあえてもうなんか結構みんながどうしてももう攻めの人と守りの人っていう形が固定づいちゃってるじゃないですか、どのチーム。昨日見てもそうですけど、一人守りで一人で攻めっていう形がすごい見えてて、なんか K はそれが嫌だったらしくて、そうなんかそう昨日ね田口ちゃんがあれだったんですけど、そうなんかその形がすごいもう嫌だったらしくて 攻めで行ったらしいんですよ。だけど実際ああやって攻めで行くとやっぱり点ってね取りづらいし取られやすい。そう私も前一回攻めで行って負けてるんですよ。実際最下位だったんでその時だから、やっぱりだからすごいそのだから点は取れなかったけど、エンターテインメントとしては K は多分すごい良かったのかなって思いました。そのやっぱりどうしても攻めと守りでっていうよりかはやっぱもうそればっかしすぎてるから、そうじゃないのも見せようっていう形として攻めで行って点を取る。まあだからよくプロの人たちがやってるような形で、なんかすごい途中からなんか K のそのなんだろう顧問の人みたいなのがいるんですけど、もうなんかいや別に途中で変えられることもできたんですよ、やっぱ攻めと守りにしようみたいな。だけどいややっぱりもうこのまま攻めでいきましょうみたいな なんか監督たちも火がついちゃったらしくて、でだから最終的にずっと攻めでいったらしいです そうでもやっぱね攻めはね点取れないんでね、うちもそれで4位だったしな、むずいよね。でもなんかもうね飽きたよね、みんなも攻め守りの形ってね。でも攻め守りの形が一番点は取れるんですよ、点取れるっていうか点は取らせづらい。でも攻め守りそう避けるのうまかったシールドっていらないんですよ。そうシールドになんかシールドって結構メーター上がるのって結構時間かかるんですよ、他のバロメーターより。だからその分多分プロの人たちはじゃあサイズ大きくしよう、スピード速くしようとか段数いっぱい取ろうっていう、シールドにかける力があるんだったら自分が避けて攻撃をやって点を取ろうっていう多分そういう意識のもとでやってるんだと思うんですよ、プロの人たちはね。でもうちらみたいにまだこうアマチュアな人たちからするとやっぱり避けられない分壁を作って、で壁を作って1人が、でもう1人が入って片方のその攻撃力がある人に攻撃してもらってっていう形、そうっていうのが多分あるんですけど、でもね正直ねそのね結局攻め守りもね片方がね攻めるの上手くないとね、まあ、失点が少ないから、まあ、与えることはないけど多分点も取ることもないんですよね、そうなると。そうなんですよね。昨日のなると私みたいな感じで、でもなるとミスターとかもそうですけど、なるが攻めるのが得意な人でってなると、こうなんだろうな、一人がそのシールドに全振りした分片方のバロメーターが攻撃のバロメーターが高いからそれで当ててもらって点を取ってもらうみたいな。でシールドがなくなったらもうこっちはひたすら攻撃力がないから、こっちはシールドしかないからもうひたすら避けるしかない。もうもはや攻撃は基本当たんないしめっちゃ遅いしね、弾数も段数がないから全然球なんてほんと1個やって投げたらもう
ちょっとね待たないと投げられないから、球もねちっちゃいし遅いし、そうだからシールドがなくなってからね、バリアの人はね大変かもしれない結構。まあ、そしたら点を取ることより逃げることに必死になった方がいいかもしれない。もうもう一人の強い方に点は取ってもらって、自分は失点をしないようにっていうのがバランス的にはやっぱ一番いいと思うね。そうそう、でこうやってたまに投げて、その当てるっていうのが一番いいんだろうけど、14日はどうしようかなって感じ。メンバー的にね、なんかどっちが上手いとかっていうのがないメンバーだから、どうなんだろうって感じです。で私すごい、まあ、誰とかは言わないけど、メンバーに言われたのが、仰天さんは相手にチーム組む相手によって強さ変わりますねって言われて 笑ったんだけど、そう、なんか組む相手によって力量が発揮できるか発揮できないかが違いますねって言われて、前戦った時全然強くないって思ったんですけど、今回は強いと思いましたって言われて ウケんだけど。そう、でも相性はね確かにあるんですよ、ぶっちゃけ。それは他のメンバーも言ってました。なんか自分は〇〇とだったら強いとか結構言ってるメンバー、なんかそれこそなると七瀬が組めば強いんですよ。七瀬も一番相性いいのはなるって言ってて、なるとだったら勝てるみたいな。でなるも七瀬とだったらめっちゃ取れるって言ってて、その相性はすごくあるんだと思います。その自分のどっちに強いか、攻めに強いか、守りに強いか、だから避けるのに強いかみたいな、そうっていうのがあるっぽくて、そうそう、だから七瀬もナルトやった時めっちゃ取れるけど、他とやった時って別にそこまでじゃないですか。私だって七瀬とやった時最下位だったっけとかだったし、だから結局人それぞれ相性があるから、この人だとめっちゃ点取れるけど、その他の子だと別に点取れないみたいな。そう、だからやっぱあれはね、相性のいい人とペアになれたりとか、相性がいい人を見つけられるとやっぱ強いのかなとは思いましたけどね。うん、そう、でもまあ別にこっちがチーム考えてるわけじゃないから、そう、そうなんです。まああとその日のその子の何あれだよね、なんだできる日かできない日かっていうやつだよね。その今日ちょっと調子悪いわみたいなね、今日ちょっと調子いいわみたいな。昨日はねだから私的にも割と調子良かったんだと思います、シンプルに。うん、なんか朝から多分朝から仕事してたから、昨日はなんか眠かったけど、なんかすごいコメントボケーとしとったけど、でも眠すぎてボケーとしてたんだけど、なんかその分体はえらい動いてたなぁとは思いましたね。あんなに避けれたの初めてかもしんない。そうだって、ある日はびっくりするぐらい打ち当てられてたけど、ある日はびっくりするぐらい避けられてたりとか その日の自分の 調子もめちゃくちゃあるんだなっていうふうには思いますね。絶対そう 絶対そうです。やっぱ調子のいい日悪い日ってありますよね。うん、誰もくれんと配信見てても聞き取れた。だってまだウケるんだけど そんなに何そんなにボール回収そんなにもらえなかったの。だってでもボール回収あんまいつももらえないから、私別にあれなんだけど あれなんだけどね、結局言うて基本的に自分のファンの人をくれるとして、自分のファンの人以外がどれだけくれるかっていう感じなんですけど、
この間は全然なんかくれなかった、昨日か、昨日は全然くれなかったですね。まあいつもくれないんですけど、別に、なんか今日がすごい、今日じゃねえわ、昨日がすごいもらえなかったってわけでもないで、いつも別にもらえないんですけど、なんか昨日はより一層もらえてない気がすごいしました。そう、なんか結構みんな昨日は保持者っていうか、あんまりなんかあれだったっぽい、なんかもう僕はこの子ですみたいな、私はこの子ですみたいなの、結構意思が固い人が多かったんかなって思いました。そうそうそう、だから全然集められなかったです。宝石なのに結城に囲まれてた、だってウケんないけど、あれなんでなんだろうね。だって4推しの席にいんのにさ、他の推しのさ人がさその席にいんのはマジで意味がわからん。それは誰推しの席やと思ってるの？って感じじゃない？だってその分さ、フォー推しの人が本当は座れてたかもさ、座れたかもしれんじゃんね。DD 席に座ればいいのに。でも多分昨日はゆいゆいが出たから B 席が多分、ゆいゆい推しの人がやっぱめっちゃ多かったの。ゆいゆいあんまり波動出ないし。っていうのもあって、多分有用紙の人が B 席もすごい多くて、多分取れなくて、多分他の席でとか同伴とか、なんかそんな感じなのかな、なんか知らんけど。別になんかでも昨日の宝石はね、割とね、その宝石に座りながら違う人を推してる人がまあ割と多かったんかなってすごいちょっと思った。とかも思ったりもしたけど、ちょっとそろそろ終了にしよう。私もうちょっとで家を出ますんで。でそろそろお家を出る時間だわ。波動やりたすぎて今週やってきます。だってマジ？なんかあれあるじゃん、あれやりなよ。あれなんだっけ、あのほら頑張ってさ、あれすればさ、一番前の席が取れるかもしれんやつ、昨日ハピエになったやんか。あれやりなよ。上手くなったらワンチャンだって。それでさ、最前席取れたら最高じゃないね。そう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 、めっちゃいいと思う。めっちゃいいと思うよ。最高。でも確かになんかさ、あやねの昨日のマジであやねのコメント受けるんだけど、あやねがさ、なんかさ、そのさ、ファンの人出れるってどう思いますかみたいなやつに対してさ、いや私のファンの人はちょっとお年が お年があれの人が多いからちょっと大丈夫かなって心配してますっていうさコメントしてってんか。しててさ、でもさ正直さ、うちのファンの人もさちょっとさお年が高めの人が多いからさ、なんならぶっちゃけ若い人本当に少ないからさ、正直お年の高い人がさ、私のファンの人もめちゃくちゃ多いんだから9割方お年の高い人ばっかなんですけど、そう大体そうお父さん前後ぐらいの人ばっかりやからさ、私のファンの人も、ああちょっと体力的にきびいなとか。ちょっと思っちゃった。 まあだから体力に自信がある人はよかったらやってみてください。 本当に面白い。
なんでね、だってそれ頑張りすぎて腰やった足やった動けへんくなったはちょっと責任を負いかねないので、ちょっとあのマジで体力に自信ある人でお願いします怖いんで本当に。じゃあそんなわけでちょっとそろそろ時間なんでランキングを読みたいと思います。13位ときたぴさん、12位はるたろうさん、11位きりやさん、10位まぼろしさん、9位ヤングさん、8位なっていさん、7位ジェリーさん、6位はぎはぎさん、5位しまやんさん、今日の公演うちはフリフリします、おお待ちしております、5位おかやんさん、4位にきよさん、明日公演に行きますと、おお、そっか私明日も公演だったわ、待ってます。そして今日の第2位は地道な走り屋さんです、今日の雫公演見に行きますと、おおマジか、待ってます。そして今日の第1位はメタルポリスはコールの声がちゃんと出るかな、だって、いやそれな私今日初めて劇場公演でファンの人の雫のコールが聞けます、コール解禁になって初めての雫公演なので、そう前回はサムネイル公演だったんで、であと黄色い歓声だったんで、今回はファンの人の底の力強いコールが聞けるのを楽しみにしてます、慈愛のクレッシェンドはい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで私はこの後お仕事に行っていきたいと思います。それじゃあ皆さんバイバーイ。